始まりました、ブルックマちゃん。どうも、アクニャンです。どうも、ミノルクラマルメメガネです。どうも、中根すままです。この番組は本について好き勝手おしゃべりしちゃう番組です。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。本日は私の、いや、暗なんでそんな入り暗いの、訳あり。なんでなんで暗いのは訳があるんで、まあ後々わかると思います。どうしたの。今回紹介する本は岸優介の我々はみんな孤独である。そら暗く説明するよな。今回私がとは言いづらいよね。違うのよ。何、そんなんじゃないのよ。違ったようですメガネ違ったようです。黙っときます。あれね、この本が私の中で、まあ、衝撃というか凄まじすぎて、もう言葉にできなかったから、もう何とかして私の魂で伝えようと思います。言葉小田和正バリーできない。いや、もう本当その気持ちよ。なあなあなあ状態なんだ。もうななんだ。そう、ななのよ。ボケない、突っ込まない本当にそうなんだ。普通の本の顔してさ、平詰めされてていいのって思ってるもん私。そんなヤバい本なの。ヤバい本なの。ブックマ、まあ、主人公探偵です。で、茶畑哲郎っていう探偵事務所のもとに、まあ、有名な企業のめちゃめちゃ偉いおじいさんが依頼しにやってくるんですけど、その依頼の内容っていうのが自分の前世の人を探してほしいっていう依頼なんですよ、うん、まあそれで茶畑さんがその依頼者の前世をこう追っていくっていうところが基本ストーリー。その中で茶畑さんのその探偵事務所に以前勤めていた男の子が多額の借金を残して飛んじゃうの、うんうん、でそれをもうヤクザの人とかも探してて、でその茶畑にはヤクザのお友達がいて、うんうん、もうそいつも最強の丹野っていう、うん、小学校の頃からの腐れ縁なんだけど、もうめちゃめちゃ冷徹で、もう平気で人も殺す、もう殺すどころじゃないぐらいの、そことのまあちょっとハードボイルドなお話展開。なんか想像と違う、うん、ね。あともう一つは、その茶畑がこのお話の中で、まあ、ある一つの結論というか、そういうところに思い至るんですね。そこ、その3つがまあうまいことこう入り組んで入り組んで、まあ一冊になってるわけですよ。なんかごめんなさい、ちょっと聞いただけだったら結構忙しい。なんかそう混乱するよね。そうそうそう、あれ どれを優先したらいいのと思っちゃった今。前編中編後編みたいな感じになってるかも。じゃあ前世を悟るみたいな SF 要素、うん、ハードボイルド、そして一番根本のなんか大きな問題を解決していくみたいなのが、結構だからそこはね分かれてるんだよね。はーん、ブックマ、ちょっと言っちゃうと、その依頼者のおじいちゃんは夢を見たんだって。自分の前世の姿の、うん、でそれがなんで自分の前世だと分かったかっていうと、うん、めちゃめちゃリアルだったんだって、うん、もう痛みとか味とかそういうものもあまりにも鮮明に夢の中で見ちゃったわけだから、もうこれは絶対自分の前世だってなったわけね、うんうん、でそれが茶畑とか、うん、その茶畑の周りの人にも起こるの。夢でその前世を見ちゃうとか、うんうん、人事だったことも自分のことになっていくわけね、うんうんうん、だからさっき言ってたみたいに、繋がるのっていうところはそこで解決するかもしれない、うん、なるほどね、そういうことか。そうそうそう、茶畑自身のことになっていくから。ビッグマでさ、どんどん不思議なところが出てきてさ、うん、依頼者が見てた前世と、うん、同じ前世だって言い張る人が出てきたりするのよ。その人も自分が夢で見て、うん、この人が前世だって確信したんだけど、それが被ってんの前世が、うん、ほったりじゃないの。そう、おかしいじゃん、うん、とか、あとはこの探偵の茶畑のアシスタントのマリコさんっていう女の人がいるんだけど、うん、そのマリコさんも夢を見て自分の前世を確信するんだけど、その人を追ったらその人まだ生きてたの。どういうこと。それ前世じゃないやん。そうだよね、生きてたら。で私が読んでてハッてなったのが、そもそもこんだけ人間がさ、今現代ってめちゃめちゃ人口多いじゃん。でも昔ってそんなにいなかったでしょ、うん、1人1個分の前世があったらってさ考えるとさ、数合わなくない。単純計算。そうだね、そうそうそうとかいうその根本的な疑問。でもさ、タイトルがさ、うん、我々はみんな孤独であるでしょ、うん、孤独要素なくない。今思ったわしもね、これ裏の帯にね、誰もが抱える人生の孤独とかあるけど、そこそう孤独要素なくてさ、むしろつながりを感じるよね。つながりよ、広がりよ。じゃあ今のところ孤独、知らないの。何それ。稲妻イレブンでしょ。つながってる。いやもうこんな話したくないんだよ。孤独、孤独、この本語るときに。あ、ごめんなさい。今までのね、私がいろいろなんか伏線がありそうな感じで語ってきたじゃん、うん、伏線関係ないから回収しないのこの本。
依頼主のさ、うん、依頼に対して、うん、前世のことはこういうことですよとか、うん、不思議だったのはこうだったんですよとかいう具体的なその伏線の解消ないの。なんだけど納得させられちゃうようなもうすんごい結論があんの。それは孤独と関わってるの。そう。でもそこまでの間は孤独は関係ないの。孤独関係あんの。孤独ないの。だから孤独じゃない。だから前半さんも茶畑がさ、うん、そのハードボイルドなことに巻き込まれてめっちゃ楽しいよそれ、うん、正直めっちゃ楽しい、うん、でせっかく持ってきたから言うけど、うん、あの岸優介さんの本ね、めっちゃ読んでんじゃん自分。そうもう大好きなんですけど、うん、悪の経典、あの映画化もされた、その人か、笑顔でさ生徒バン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 で殺していく、まあ、有名なシーンがあるんですけど、うん、みたいなちょっとまあこうサイコホラー的なシーンもちゃんとあるんですよ、うん、これ以前ブックマちゃんで紹介した、うん、天使のさずり、はい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 、はい、気持ち悪い。この2冊に共通してるのは一見不条理、うん、もうわけのわからないことかと思いきやちゃんと理由があるよっていうところがすごいんだけど、そういう要素もある、まあ、やっぱりその岸優介さんの面白さみたいなところをやっぱ前半ちゃんと散りばめてくれるから、前半は前半として普通に楽しいのよ。でもそこで完全にもう油断させられちゃってんだよねこっちは。ていうか多分なんだけど、いつもより楽しくしてるんだよねこの人。探偵ものなんてさキャッチーじゃないテーマが、うんうん、コメディチックなやり取りっていうのが結構前半強調されてるのよね、うん、でそこはちょっとぽくない要素なのよ。でそれで完全に油断させられて、あ今回はこういう感じなんだ、うん、みたいな気持ちで読んでるわけよ。でも後半に連れて、あーもうそんな楽しい気持ちで終わらせてくれないんだなというか、そうこの楽しかったこともこの後半のためなのかなみたいな、今後の人生どうやって生きていったらいいのかちょっと分からなくなったし、怖い。自分のアイデンティティっていうのがもう根本からグラグラ揺るがされちゃって、ダメだこれは。こんな読書体験なかなかなんかないよ。おもろそう。いやおもろそう。後半だけ読みたい。そうだね。ダメそうだよ、ね、絶対ダメ。今回は角川春樹事務所から岸優介の我々はみんな孤独であるを紹介いたしました。というわけで皆さん、この本が気になった、また読みたくなったなという方はぜひコメント欄によろしくお願いいたします。そしてこの動画が面白かったなと思う方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ちょっとちょっと締めたかったのに何なのその顔そんなこと言ったら分かってないとか、なんでそんなこと今聞くのとか何聞いてたのとか、いやそんな言うこと、あもう言いたくないそんなとか言われるからそんな目の前でヒスパニックを起こされたくないしヒスパニックは人種ね。